あの扉の向こうから邪悪な気配を感じます。この船を破壊している触手の本体が存在する可能性 90%、 十分な心構えを持って船外へ出てください。まあでも後戻りすることはできへんねんけどな。え、なんか、今ちょっとリンク君ちょっと武空術発動させた。扉が、古代怪獣ダイダゴス。もう怪獣って聞いたらあれやな、ガメシエルしか思い出さんわ。ガメシエルって言ってもわかるかな、あの遊戯王の何だっけあれ、ガメシエル名前何だっけな、ガメシエルなんとか怪獣ガメシエルみたいな、そんなじゃなかったっけ。まあ弓矢で外していく、弓矢落とすっていうね、この触手が弓矢を落とす。矢かどこや、ほいよ、こんなもん。矢回収10本か。最初は手前、手前ってか正面、こっから出てくる。目出せ、目玉は、目玉は撃つもん。おい。おい。目玉は撃つもん。オッケー。目玉は撃つもんやからな。来いや。ほい、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 ほい。これ地味にね、スカイウォードで髪の毛切れる。あー。ちょっと難しい。まあ、後々スカイウォードがすぐにピンって溜めれるようになるんで、そうなった時はやりやすいな。触手破壊。まあ、スカイウォードでも、矢でもどっちでもいいんですけど、矢の方がありかな。早い、早いっていうか、素早くこう、遠距離やしな、矢の方が。2回目は、こっちかこっちのどっちか2分の1。俺はこっちだと見た。後ろかーい。目玉出せ。目玉を出せ。ほいや。オッケー、エイム力が完璧。ほいや。ほい、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 ほい。これでスカイウォード貯めて、髪の毛を切る。ほら、髪の毛切れるっていうね。別に、切ったところでどうなるんやって話だけど、地味に髪の毛切れるっていう、くっそしょうもない小ネタ。で、次は触手がいっぱい出てきたはずやから、スカイウォードで、まとめて。まとめてって言ったやろ。どこや、ここと、おお、待って、あー、ヌンチャク振ってる。反応して。はい。あ、なんか貫通した、やめて。そういう無敵時間とかやめて。無敵時間やめちくりー。ちょ、外すな。オッケー。で、3回目は正面固定なんで。はい、出てこい。さあ、ここで俺の神の、神エイム力。あ。神エイム力。これよ。はい、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 はい。で、第二形態。髪の毛切れてる。上に何もないの覚えといてな。上に何もないのに、謎に樽が降ってくるっていうね。これはほんま謎。ほーい、登って、ちょ、登って、おー、あっぶな。今度はそっちから出てくるみたいやね。おー。まあ最初は目が開いてるんで、はーい。はい。待て、急げ。ほい。はい、はい、はい。5回やったら飛び込む。これわざと。わざと飛び込むことによって素早く次矢打てるっていう小ネタがあるんよね。うまいこといけばな。わー、無理やったー。この場合は飛び降りよう。こいつらと戦うのが正規ルートやけど、ちょっとかっこよく決めたいやん。もう、一回失敗してるから全然かっこよくないけど。はーい。オッケー。で、あと切って終わりやな。弱いぜ。はい、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 はい。あと一発だよ、ゲイ。まあ、こんなもんよ、ダイダゴスは。弱い、弱い。この魔物が死んだ感じいいよね。ゼルダっぽくて好き。
まあいつも通りのやつですわ。間違えてハートの器取ったらあかんぞ。今縛りプレイ中やからな。ハート6つ縛り。青い炎っていいよな。ポケモンのレッシュラム思い出すな。あれ、レッシュラムとキュレムがくっついてさ、ホワイトキュレムになるけど、あん時のやつって何やったっけ、その専用技って。フレーム、ブリザードフレーム、ごめんなさい。ブリザードフレームやったっけ、覚えてないわ。おー、バイバイ。綺麗マジで。で、Wii の画質でこれやろ。これさ、もう早くリメイク来てほしいわ、スイッチで。もう絶対面白いから。てかもう普通にスカイウォードソードめっちゃ面白いもん。かっこいい。ネルの炎を受け、剣が成長した。ファイが新たな力に目覚め。ドーン。ダウジングの数が8つになるっていうね。うん、微妙。うん。誰もががっかりしたやつやな。だって前回はリーチも伸びて威力2倍になるっていう最強のあれやったけど、今回ちょっとしょぼいよな。かっこいい。先代勇者は右腕にトライフォースが宿ってたみたいやな。マスターは新たな歌を手に入れる、力を得ました。空島の、空の歌島に戻ることを推奨します。了解、じゃあ空に戻ろう。もう一回さあ、まあ大空に来たんですが、あー、ここに1個、いや2つあるな。二つこの宝箱あるけど、もしかしてね、その、もしかしてねってなんか言い方変やけど、ハートのかけらが入ってた場合、ハートが増えてしまうという事態が発生するから、なんか当たってきたけど。今一個あるんよ、ハートのかけら。間違って三つ、あと三つ取ってしまったら、わかる？ハート一個増えて、縛りっていうあれがなくなるから、ちょっと宝箱はちょっと怖いな、開けんのが。まあ、ちゃんと調べてから、取ったらいい話だけど、なんか調べんのも調べんのでさ、なんかそれはそれで違うやんっていう俺の意見。というわけでショッピングモールやってきました。ショッピングモールよりテリーの店の方がいいかな。いや、ジャンク屋で弓矢強化してもらおう。弓矢が強いからね。ジャンク屋はここか。まあ前回のデータ引き継いでるからトレジャーアイテム結構多いから、改造がなかなかしやすいんとちゃうかなって個人的に思ってますね。さあどうなんだろうな。鉄の弓、お前ダンブルビードばっか、ほんまに。確かこれビートルもダンブルビード違うんかい。これ普通に改造してよろしい。スピードビートルやって、スピードビートルに改造してもらった。ビートルの飛ぶスピードが速くなった。スピードの出しすぎに注意。なんかリンクくんが可愛いな。なんかこう手掲げるのがまたいけるやん。スタミナ、あ、スタミナビートルなのか。女神の落とし物、古代の花、虫神はダンブルビートか。いやー、もうダンブルビートいんのか。盾はお前もダンブルビートかよ。なんでお前、鉄の盾を強化するのになんであの木の塊がいんねん。謎やろ。あ、なんだ、マスターに報告。剣の能力が向上したためお宝のダウジング可能。お、ラッキー、これはなかなかいいね。お宝。でも、わざわざ使うかって言われたら、正直微妙。なんか宝箱光ってるんですけど。マスターネクロス、こちらの宝箱のような物体は古代の女神様が後の勇者のために残した遺物との情報があります。女神キューブでエネルギーを空に打ち上げたと。オーケー、ハートのかけらやめて、ハートのかけらやめて。トゥル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 、おっちゃパッパッパイ。お、1000ルピー、これ1000ルピーカウンスト？あ、カウンストしたもったいね。もったいね。なんか点々点ってなってるけど。どうした？
あはは。矢筒ショー。なるほど。アイテムポーチが見て、3つも余ってるんよね。これはこれでもったいないから、なんか持とうってなった時に、やっぱ矢筒かなってなるやん。けど、爆弾も爆弾で欲しいから、爆弾のボム袋、これも買って、5個か、100?150? ふざけんじゃねえよ。150? あー、悩むなー。でも爆弾いるもんな。買うわ。爆弾袋、ショー。あはー、オッケー。で、矢筒、残り2つ矢筒買おう。5本多くなる。150ルピー。で、この矢筒っていうのも強化できるから、強化してもらいましょう。とりあえずもう1個買おう。これで、矢筒。闇の勾玉。これサイレンいかなあかんな。あ、これはいけるっぽい。あ、全然いける。青い鳥の羽。ドクロの飾りトカゲの尻尾。これで10個入りになる。あ、これいいね。値段も50ルピーって安い。よし。もう1回は?あ、全然いける。15個入り。これで25個になるのか。いいね。爆弾袋第2改造してもらった。よし。ルピーがまあかなり減ってきたけど、何だっけ?テリーの店行こう、テリーの店。テリーの店行こうと思ったけど、ちょっと戻ってきました。俺、結構ね、こういうの見たら、なんか、ムカムカせえへん。わかる?普通、こうするじゃない?普通。空き瓶は空き瓶でまとめる。で、上に立てやろ。で、だからこうなってんのも嫌いなんよ、これ。ちゃんとさ、こう、矢筒は矢筒でこうまとめたきよって俺はそう思う派。わかる、うん、共感できる人いる。で、こうやってちゃんと整理したい派なんで、整理してから、テリーの店行こう。これさ、あ、21って、あ、もうあれか、入れてくれてるっぽい。すでに買った時に、その空で袋だけくれるんじゃなくて、ちゃんと中身もやってくれてるっぽいね。じゃあテリーの店行こう。あ、これはでかいんちゃうかな。ポーチ、うん。600ルピー。え、値段が高くなってる。うん、気のせいだと思うね。ちょっとお金足らんな。横の命のメダルは、これ、ハートの器の効果があるっていうやつやから、まあ、いらんでしょ?縛り状、買うことできないから。虫メダルは虫が出やすくなるってメダルやから、いらんかな。おー、ちょっと待ってください。ユーが乗ってきて、かなり重くなって、ミー一生懸命漕いでるね。何も買わずに帰るか?それならさっさと降りるね。おお。え、お前、下階段、お前、今頭ぶつけとったぞ、お前。それはさすがにやりすぎやろ。さすがに、冷やかしたまま俺やとしてもさ、さすがにそれはやりすぎやろ。ちょ、乗ってもうた、乗ってもうた。オッケー。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。次回はあれやね。歌島に行って歌習得して、今度はオルディン地方のサイレンやって、オルディン地方のあれやったら、ついにマスターソード完成って感じかな。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。次回までには、電池充電しときます。